平成28年2月、第3回目標共同達成協議会が行われました。学校の目標を立て、地域と共有した上で、その目標を達成するために、学校、家庭、地域がそれぞれに取り組みを進める、この目標共同達成の取り組みも2年が経過しようとしております。この間、皆様方には、目標共同達成モデル校として、さまざまな成果をお感じになられたんじゃないかと思います。また、同時にですね、取り組みを進めていく上でのですね、課題も認識されたのではないかと思います。大分県教育委員会では、平成26、27年度、学校、家庭、地域が学校の教育目標を共有し、その目標を達成するために協働して取り組んでいく、目標共同達成モデル校を指定。県内の小中学校38校がモデル校として活動してきました。この目標共同達成校の取り組みは、2年間の取り組みです。各学校、家庭、地域の皆さん方に集まっていただき、その取り組みを検証した上で、さらにその取り組みが進むようにということで、3回目の協議会を開催いたします。成果について今回非常に大きな変化があったというふうに総括をされております。一番大きな子どもの変化だということで、子どもはとても落ち着いて真剣に授業を受けるようになってきたと、問題行動は減り、いじめ不登校もゼロになったと、学びに向かう姿勢も大幅に育ったというの課題であります。やはり、多くの学校では多くの人に広げる工夫がまだまだ必要ということがございますし、やはり家庭の取り組みに比べて、やはり地域の取り組みを、推進する難しさがあります。だから取り組み内容を、より有効な取り組みにするためにも、そのまた検討も必要ということと、学校からの一方的なものというふうに受け取られない、配慮が必要。一部の管理職担当の先生というものでやるのではなくて、教職員全体で進めるということが徹底することが必要。学力向上につながったであるとか、子どもの学習に向かう態度が向上したというようなこともありますし、学校に対する家庭、地域の関心が非常に高まったということで、学校と家庭と地域のパイプが非常に太くなったと、関係が密に、これまで以上に密になったということが各学校で挙げられています。この38校の取り組みを踏まえて全県に広めていきたいというふうに考えています。市立小児小学校全校児童は今319名、通常学級12、特別支援2の14学級の規模でございます。本校は平成26年度に目標共同達成モデル校の指定を受けております。しかし昨年より別府市からうちの方はコミュニティスクール CSO 推進校という指定も26年度には受けておりまして、それまでの取り組みがありました。24年、25年、26年度の本校の姿はもう言うのもちょっと恥ずかしいんですが、非常に授業中の離席とかですね、授業規律の乱れ、また校則違反というふうに生徒指導者の問題を多発をしておりました。またそれに従いまして学力の問題、生徒指導者の問題で保護者からの相談件数が非常に多かったというふうにも聞いております。そして知る通り、その当時の学力は今見ましても、受けたを見ましても別府市内でもワースト3をクロールするというような状況であったというふうにデータを持っております。職員に4月に、アンケートを取ったときに、26年の当初はやはり職員が一番今課題で取られることは、子どもたちに話を聞くこと、それから授業規律を守らせること、こういった非常に常的なことであるけど、それが大きな課題であるというふうなことが4月に挙げられております。従いまして保護者、それまで取り組んでいたコミュニティスクールの組織の方々も、当然そこら辺を直していきたいということはもう共通の願いでしたので、重点目標としては人の話をしっかり聞き込む姿勢、そして人と物を大切にすることの姿勢、こういう重点課題を26年度は設定いたしました。でそこまでで取り組まれていた中に、別府大学の学生さんたちが、大学の学生さんたちが授業の一環として学習サポート、宿題サポートなどに入っていただいていました。それをもっともっと重点、充実させると、重点化していくというようなことの取り組みは、引
続きやっていこうということが話されました。またそれまでもうガラガラ地域や保護者、学校それぞれで取り組んでいたような挨拶運動もこの際やっぱり目標共同ということで一緒に取り組もうということで一斉に3社が地域に立って挨拶運動をするというふうな、まあ、それまでの取り組みの強化を図りました。また PTA が全額お金を出して荒れている学校の変なシンボルになっているデスクマットを全員のマットを入れ替えるという作業にも取り組んでいただきました。当然学校としましてはなぜこの汚れたマットこういうマットで学習ができないのかというようなことを集会を開きながら各学年の発達状態に応じて指導を行うというふうな活動をすぐにスタートさせたようです。さらに保護者は自分たちの自らの姿を見せるということで、直近休みなどを利用しまして、学校の広い子どもたちが届かない高いところの窓拭き、トイレの隅々などの清掃活動、環境整備等の活動に積極的に取り組んでくださった26人だと思います。1学期末にこういう活動を一生懸命取り組んだ結果のたった2ヶ月、3ヶ月後ですが、職員にアンケートを取ってみますと、1学期劇的に良くなったことはもうすでに集会の態度や授業の態度がものすごく良くなった。第1回目の4月のアンケートで一番問題だと言われていたところが一番改善できたというのに、職員も保護者の方々も喜びましたし、一緒にびっくりしたんだと思います。さて27年度ですが、今年度の当初からコミュニティスクールの本格実施というものが始まりました。私この年に今年度の当初に来ましたが、シンプルな学校目標を作りたかったので、まず子どもに、どんな学校にしたいというと、子どもです。楽しい学校がいいという話ですので、先生たちが考える楽しい学校ではなく、君たちが考える楽しい、ぜひ校長室にお話に来てほしいと呼びかけました。子供たちもいろんなことを話したかったんでしょう。4月から5月の連休明けまでで300人中200人以上の子供が話に来てくれました。結果子供たちはもう嫌なことがなくて行きたくなる学校なんだ、とにかくじゃあ嫌なことって何なのと、やはり3つのことが子供に出てきました。いじめや喧嘩、嫌がらせ、悪口がない学校、それが楽しい、それが嫌だ、そして汚れてる、ゴミが散ってる、こんな学校好かん、楽しくない、それともう一つは勉強が分かると楽しいね、これも思えないな、確かにそうですよね。じゃああなたたち何をすればいい、どうすればいいと思う、それはやっぱり人に優しくすればいい、掃除を頑張ればいい、そして授業を僕たちが頑張ればいい、そうだなという話です。先生考えていることがこれやろうよと言って提案したのが花咲山挨拶運動、シーンとスロージ、目指せきっかけ明治運動ということで、ここまでのプリントを5月の全校長会で子どもたち全員にカラーで印刷して、先生方に時間をもらって体育館で授業をしました。授業というかお話をしました。重点目標もこれらに沿ったやっぱり人を慈しむ子の育成、そして意欲を持っていろんな活動に取り組める子、学力の向上、これも全面に出そうということで、本来の実践目標をこの3つを掲げました。また、花咲山といいますのは、全国の有名な資料、花咲山。人里で人がいいことを一つすると、山の場が澄んだり、山の一つきれいな花が咲くんだぞという資料ですが、この全国の資料を1年から6年まで学級で紹介をしていただいて、みんなの人のいいこと、そして自分がしたいいことを見つけた、知った、聞いた。そのために、こうやって先生に報告に来てくれる。そして花にそれを描いて、小動物と玄関、2カ所にある大きな山に花を次に咲かしていこうという活動をしました。昨日現在で出たら840枚ほどの花がありました。それから挨拶運動 もういつでも誰でも何度でもということは合言葉に1日10万人を目安に挨拶を1週間続けばシールを1枚校長室であげるよ、そしてそれを宇宙の星にどんどん増やしていこうということで、ですが、この一生懸命子どもたちが取り組んでいます。でも今、子どもたちはもう何も言わず、ビタミンの指導なんか一貫したくないんですけど、ずっと揃えてくれます。授業態度も、もう去年、一昨年に比べると、もう格段に違ってきました。劇的を遂げた2年間ではありますが、これに、不足することなく、28年間の楽しさを想像する、何が楽しいのかなんて、楽しいのをどんどん作っていこうよという攻めの1年にしたいなというふうに思っています。
強み弱みというのをこういう表にまとめてみますと、学習面の強みがちょっと寂しいなということが、まあ、本校の、まあ、課題かなと思います。まあ、そこで、まあ、本校の学校の重点目標を設定する上で確かな学力、この部分を、まあ、喫緊の課題と捉えてチーム会議の中で、やはりここに重点を当てていこうということで取り組みがスタートしました。で、研究のじゃあ中身、内容をどうするかということで大きく4つの柱を設定をしました。まず1点目の学習意欲態度の喚起、具体的には週に1回程度親が自学ノートにコメントを書くとか、あるいは弁当の日をきっかけに子どもに関わる。2点目に学習規律、学習習慣の徹底ということで、なかなか本校の生徒学習サイクルがうまく徹底をしておりません。まあ、地道徹底シートというものを活用しながらゲームやスマホを使うルールをですね、決めよう。それと3つ目はこれはもう学校独自の取り組みですけれども、で最後4つ目、積極的な情報発信、学校の見える化では実際にどのような、まあ、取り組みを行ったか。まず1点目が組織作りです。1年目は目標共同達成のチーム会議21名でしたが、2年目の今年度は各学級委員長を加えて29名に、まあ、拡大をしました。まあ、その成果かなり議論としては深まっていたというふうに思います。学習を促進する要因にやはり子どもたちの意欲を高めるためにはやはり親の関わりというのは不可欠だろうということで、まあ、チーム会議の中でやはり1週間に1回程度コメントを自学のですね、親が書いていくという取り組みを始めています。今度は逆に学習を阻害する要因って何だろうという時に意見として多かったのがやはりゲームや一番多いのはスマホです。なんとか家庭で、ルールを決めてできないだろうということでラミネートに貼って、これは8月にゲームもありますけども、これを担任の候補を渡して冷蔵庫に貼ってもらう。まあ、こういう2つの取り組みを通して保護者の意識もだんだんと高まりつつある。それとやはりこの取り組みで、まあ、生徒も親もそして教職員もまあ概ね効果は実感しつつあるかなっていうのを思うんですけども、やはり徹底が非常に難しいな、実感は感じつつも親がきちっとやっているという評価は怖い、なかなかねそれ以上上がっていかないというのが今大きな課題だな。生徒の方が自分の取り組みを把握するものがないんじゃないかということで、これは私の方から提案しました。生徒が自分の目標を管理する、地道徹底し、将来の夢、学習目標、生活目標というのは我が家のルールそうですね、徹底がどうだったかというのを毎日記載をしていくというシートです。でこれはテストごとに、例えば中間テストが終わったら次の期末テストまでやってみようということで今楽しいやっているところです。目標をこう数値化している子どもほど、そしてやはり地道にきちんとつけている子どもほどやはり目に見える成果が上がっているなということも分かっています。次に弁当の日の取り組みです。これは弁当作りを通して、まあ、生徒がああやれるじゃんというそういう自分に気づいたり、親子が会話をして自分の自尊感情を高めていくということを狙った取り組みです。地域から声をもらう、声を返すということで、本校の強みの一つに地域行事やボランティアにたくさんの生徒がいます。夏休みはですね、約200人という生徒の人100人程度が何らかのボランティアを自ら進んでいきます。まあ、そういうメリットを生かして、特に出かけた後にですね、その地域の方からどうでしたかという感想をいただくという取り組みです。今年度から市内4校、あ、市内地域4校のですね、小中学校の全教職員が小中連携協議会の4つの部会に所属するようになりました。そして学びの手引きというものを小学校の低学年版、中学年版、高学年版、そして中学校版で9年間のやはり学びのスタイル、弥生スタンダードというか、それが出来上がっている。
初めて学校、家庭、地域の3者が集まって、夢の実現に必要なものというテーマで、いろいろ話し合いをして生き方等を考える機会になりました。大きな成果というものは2つあるかなと思います。1つはやはり授業に対する肯定感、それと家庭学習の時間が数字上の増加していた。それともう一つの成果というのは、本校では定期テストで、60点以上取れる生徒が 70% で、4割未満の生徒が 10% という指標を作っています。低学力層がやはり 10% を切っている。それも取り組みの成果かなというふうにも感じています。受験の教務主任等がですね、ハンクフォロワーシップは出してくれたなというのも成果かなと感じています。今度は課題です。もう課題は多々あります。その中で一番大きいのはやはり徹底ということなんですね。これは親だけではなくて、やはり教師のやはり取り組み姿勢、これがやはり親の本気度にも影響している。やはり学校関係地域が共同する上で意思疎通というキーワードがありますけども、何が大事だったかなというのを振り返ると、やはり目標、当たり前ですよね、目標が何かということと、このように一同が集まる場ですね、それと情報を共有する、つまりこの3つがやはりどれか欠けると聞いてないとかね、なんか崩れてるなというふうに感じました。これからも息の長い取り組みをするために、できるだけ短いスパンで取り組んで検証していきたいなと思っています。三小中学校は施設一体型の学校として平成16年に開校しました。26年度からですね、年金型の招致一貫、良いところを生かしながら9年間で子供を育てていくという取り組み、この目標教育達成の取り組みはもうこれすみませんが、この取り組みにあたってですね、小中学校で確認したことは、地域住民、保護者の当事者意識、これがないとこの取り組みは成り立たないな。まず目標教育達成チーム会議を立ち上げた共同予定セットですが、立ち上げは小中学校が大変スムーズにいきました。その前提が3つございます。1つは学校支援地域保護事業というのが平成22年度までありましたが、取り組みが終わった後のですね、最近小中学校の場合は地域コーディネーターの方が非常に継続的積極的に取り組みをしていただいて、この支援が継続していた。2点目として PTA の連携や朝日の教育を考えた、これは小中合同の学校評議会ですが、小中連携した PTA 組織、それから地域住民の組織の連携があったということです。そして3点目として、先ほど言いましたように人口の進化コミュニティ作りの設置です。取り組みをするためには組織がきちっと整備されていく。チーム会議はですね、先ほどの文豪の仕方コミュニティスクールの、いわゆるそのコミュニティスクールというところの学校運営協議会、そこをチーム会議とするということと、小中学校運営組織、これが別々で連動していなければ小中学校で運行することは不可能ですので、これをきっと連動させようということで、整備した組織がこの図のような組織になります。赤で示した部分がチーム会議です。学校の様々な教育活動を支援していただく地域の支援組織、4つあります。その組織が一体となって、朝日の絆の会というのを作って、この取り組みを進めていく。朝日の絆の会とは、地域、家庭、学校が共同する組織であるということで、朝日小中学校の場合は、地域、家庭が達成すべき重点目標は別に設定をいたしております。あれもこれもは難しいんではないということで、しました。取り組み内容ですが、地域の場合は地域学校での児童生徒との触れ合いということであります。家庭については文豪の CPK 連合会で家庭教育の5か条というのを設定しておりまして、その取り組みをしていましたので、そこから家庭学習の改善に取り組む視点としては、今取り組んでいることが教育目標達成につながるという意識が大事じゃないか。特に地域の方にとっては、正しいことをすると、負担感が出てくる。では、具体的に平成26年度の取り組みを述べさせていただきます。2学期に1学期の評価の点ですね、明らかになったのが、地域の方については、もともと触れ合う気持ちで来ていますので、評価はとても高い。しかし、当時会員が51名ということで、51名の方の評価にとどまっている。朝地
小学校は3校合併して、そのうち2校について後援会組織があったと。そういう組織が作ったらどうか。家庭につきましては、家庭学習の改善、1週間に1回以上子どもと話しているということでありましたが、それは5割です。なぜ5割なのかなということで話し合ったところ、 PTA 組織が2つあります。新潟招致一貫教育やってるんだから PTA 組織に統合したらどうかということで、確認をしまして、3学期その取り組みをしたところであります。地域の方の学校支援ですが、学びたい、つなげたい、育てたい、守りたいという4つの分野で学校支援を行っていただいております。これが会員数で、1年目の場合は51名、2年目の場合は先ほどの取り組みの効果がありまして83名。その学校として気をつけたことは、支援をしていただく以上きちっとこういう取り組みに支援をお願いしますということを説明しないといけませんので、小学校、中学校、このような形でこの授業で何月にお願いしますということをお示しください。学びたいでは、小学校でいう放課後の学習支援、それから中学校では所作の指導に地域の方が来ています。そのあとの伝統と文化では、本人原則に行ったり、農業体験の講師をしていただいたり、その際では読み聞かせ、週一度来ていただいております。食育、これは本校も弁当の日の取り組みを行っておりますが、この弁当の日に向けて中学生が地域の方に弁当の作り方を習っているところです。守りたいでは、毎朝必ず学校の入り口に立っていただいている方がおりますし、今年度の場合は18名の方が、地域沿道にはもっとたくさんの方が出ていただきます。そういう方々に対してですね、来ていただくだけじゃなくて、感謝する取り組みも行うという成果と課題を学べさせておりますが、地域、家庭、学校が共同すると、児童、生徒にとってはですね、学びに向かう力が高まる。それから地域の良さに気づいていく。さらに地域住民にとってはですね、児童生徒のためにできることをしようという意欲が高まってですね、気が付きの場になったという感想をいただいております。保護者の方にとってはですね、当事者意識を持って子どもたちの学びの行動を豊かな心の育成のために必要な取り組みを実施できるようになる。当事者意識、当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、自分の子どもには目は行っても、朝日小中学校の子どもをという意識がなかなか何度も難しい。学校にとっては、もう豊かな教育活動が展開できる。それにつきます。今後目指すべき姿ですが、地域家庭と目標を共有して、この取り組みを継続したいということと、引き続き双方向の関係を築く、一方的に学校がお願いするということは現に進んで、3点目としては、地域づくりの核に学校がなっていく、こういうことを取り組んでいきたいなと思っているところであります。目標共同達成型の取り組みを進めるにあたっては、私はこんなふうに考えています。まずビジョンを立てる人、それからコーディネートを行う人、この存在が、必要です。また合意形成と継続発展ができる組織とシステムの構築が必要だと考えています。そして次に、その取り組みが子どもの成長に変化をもたらさないとなかなか意欲化につながらないと思います。また学校にやりがいをもたらすとともに、もう一つ地域の活性化につながるという意識、ムードを醸成していく必要があるのではないかなと考えています。してないと成果が上がらないし続いていかないと思っています。その後は具体的な手立てと計画を考え、評価の伴う実践を行って、成果と課題を見える形でやっぱり示していかないと、これだけ努力をしたんだけれども、どんな成果が出ているのかなというのが分からないとなかなか継続できないのではないかな、エネルギーとして次のステップに踏み出せないのではないかなと私は、考えております。その点、それぞれの今日の3本のリポート発表からは、その学校を取り巻く教育資源や環境を活用した三位一体の計画的な取り組みがですね、感じられる発表で非常に参考になりました。大分市においてもまだ道半ばではございますが、今お話、3個の話を聞きまして、共通していることはやはり、キーワードとしてやはり共有という言葉が一つ言えるのかなと思ったところであります。当たり前のことでございますが、目標の共有、学校側が感じている必要感が地域や保護者の方にもやはり
共有されないとダメだな。でそのためには当然情報の開示が徹底的に進まないと、その必然がなかなか地域や家庭に伝わらない。次は手法の共有ということで、それぞれ家庭や地域が何をすればいいのかということが明確になること、そして、それを今度は評価を共有するということで、3者がそれぞれ評価をする中でそれを突き合わせてより良い次元のものに高めていく。ただその際に学校側が一番恐れるのはやはり、なぜここの子どもはできないのか、どうしてこうなるのかという言葉がこう出てくることが一番苦しいと思いますね。ですからここの評価においてはぜひどうやったらできるようになるのかな、どのようにしたらできるようになるのかな、まあ、いわゆる前向きな評価でですね、お互いに一緒に考えましょうというスタンスで評価をしていくことが一つ大事なのかなと思ったところであります。2年間の取り組みを検証いたしますとともに、まあ、さらに取り組みが進展するよう議論するということ、さらにはコミュニティスクールの推進も含めまして、今後の子育て地域の共同の在り方について、限られた時間ではありますけれども、ご議論を深めていきたいと考えております。先生、資源負担は何なのっていう話はまだもちろんあります。まあそういうことではなくて、もっともっとあの地域の人に学校に来てもらいたいんや、お母さんたちにもどんどん学校に来てもらいたいんや、まあ、そのためにいいアイデアがあったら出してほしいというようなことを日々こう保護者が来るたびに僕いろんな話を出したりして、小さなことだけど今まで学校が郵送で送ったり、学校のことをなんか公民館にお願いをして配布してもらったりするようなプリントを、校区のでかい全日地図をくっつけて校長室の机いっぱい広がるやつを作って、保護者の家から地域の方の家を全部色分けしてマーカーでチェックしてる。でとにかくこっちが持っていくプリントなり学校通信は直接子供が持ってってよろしくつって一言あれば、実はもう何人の方からも地域の方から声いただきまして、先生子供が手紙持ってきてくれるようになってすごく嬉しい。情報発信であるのは難しいこと言うんだけど、要は人と人との触れ合いですね。そういうきっかけをたくさん作っていかなきゃいけないっていうふうに思って、実は女子校会見をする目的は何、保護者あるいは地域に周知徹底を図る場を設ける、これが大きな狙いだったんです。ですから実はその前に臨時 PTA をやりました。 100% 集まろうやというのがこのチーム会議での申し合わせでした。そのためには、何でもしてやろうやというのが保護者の方から出てくるぐらいにこうかなり盛り上がったんですね。ですからやはり一つの節目でこう周知を図るような、まあ、イベントといったら悪いんですけど、やはり目標を決めて、やはりそれに取り組んでいく、それが周知徹底を図る上で大事かなと。地域の方がよく言うのは、学校は敷居が高いと、要するに来いと言われても簡単に言えるもんじゃない、要するに自分ができることを子どものために子どもと一緒にやるという、そういうのがあると行きやすいと、たこ揚げ、駒回し、一緒に子どもとしてくださいっていう。何かしで、地域の方が学校に来て、そのことが皆さんこういう姿になりましたよというふうにお示しすると、ああ私のやったことは良かったんだなというふうに実感していただいて、また口コミで少し広がって可能ではないかなというふうに考えています。水崎市におかれては年度から市内全国を進めていただきます。モデル校以外の学校を巻き込んでですね、進められたその中での工夫ですとか、そんなに効果的に広がっているわけではありません。まあ、学校に今言っているのは意識の改革ですね。学校の悪しき文化として、学校は学校だけで成り立っている、取り組んでいくという文化がまず強いんですね。まずそこを変えていこうということです。先ほどからなっているウィンウィンウィンの関係、つまりみんながこうウィンウィンウィンの関係で物事がついていくという考えですよね。これ全てに当てはまると思うんですけど、これは学校、保護者、地域、全てやっぱりそういった環境を作っていく、そういった環境をやっぱりこう楽しんでいきましょうということが今後広めていったり、この優位性をですね、とにかくこの目標共同体っていうのは手段であってツールであって目的ではないんですね。これを学校改革のツールと捉えてですね、やっぱりそのこれで何を目指すかというところをですね、今後市内に向けて発信していきたいと思っております。かつてコミュニティスクールって言われたんですよ。おそらく私と同じような年代の方とか学校先生された方ご存知ですね。先行コミュニティスクール入ってきました、アメリカから。
これ成功しなかったんですね。これ教育課程編成にですね、地域社会の主要素を取り入れてっていうやっていたんです。ところがこれですね、学力低下につながっていたんですね。そういって一応ダメになったコミュニティスクールと言われるもの、あるいは地域と学校ですね、あるいは家庭、なぜ今ですね、また大きく注目されているか。学校っていうのは何か、これ難しいところなんです。基本的には私は学力をつけることだと思っています。で、そういう学力をつけるということを念頭に置いたときに、どうやっていったら学力がつくんだろうかと。それも詰め込み的なものじゃなくて。今日、3人の先生方の発表は、とっても素晴らしいですね。で、私は私なりに解釈しますと、確かに地域の人が絡み、保護者が絡み、学校も一緒だと。でもそこにはですね、どうでしょうか、必ず学力っていう問題が出てきてますよね。家庭学習にしよう、決してですね、なんか地域の行事だけで学校が出るはずです。そういうものがないと、ただ単に地域の人が集まって、はい、楽しかったですねって終わってしまうと、これ本来学校が持っている役割は果たせなくなってくると思うんですね。ですからそういう私は視点があったからこそ、今回のですね、取り組みの後にこう成功していってるんだろうと、私なりにこう見せて、いただきました。全体的にコメントいただきました。ありがとうございます。3人の皆さんに関しましては、ご協力ありがとうございました。ぜひ、ご協力をお願いします。